秋田信用金庫は、秋田県秋田市に本店を置く、信用金庫である。1911年3月、有限責任秋田教育信用組合として設立。戦後、信用金庫法の施行に基づき、1951年10月、秋田信用金庫となる。1995年4月1日には、土崎信用金庫を合併。営業エリアが重なる3店舗を、 同年8月に統合した。2002年7月22日には、前年9月に経営破綻したマイカルの社債5億円が、召喚不能となったほか、元市店長が横領で逮捕されたことが多引き信用不安に陥り、自主再建を断念した秋田県中央信用組合から事業場とされた。同日付で、県中央新署は解散し、八つの本支店は閉鎖されたため、 秋田新金は同日付で船越支店をが出張所を開設した。さらに2003年10月20日には経営基盤の強化と効率化を図るため5条目信用金庫と対等を合併した。2007年7月17日、旧本店の隣に8億円余りを当時建設した地下1階、地上7階からなる新本店ビルにおいて業務を開始している。 2015年6月の総大会において、秋田県全域に事業地区を拡大するための定管変更が決議された。この方針によって、同9月東北財務局からの正式認可を経て、県下全域に営業区域が拡大された。旧、五条目信用金庫と合併した経緯から、五条目町から指定金融機関を受託してきたが、秋田銀行へ交代となったため、 秋田新勤は同庁の収納代理金融機関へ降格となった。いがら式年病院、土崎支店旧土崎信用金庫本店ビルの一部は、現在、いがら式年病院として活用されている。これは、合併後のシステム統合の実施によって、余剰スペースが生まれたため、秋田新勤が活用方法を模索していたところ、当時近隣にあったいがら式年病院が、 建物の老朽化で移転ないしは建て替えを検討していたことが分かり、秋田新金と五嵐式年病院は協議に入った。その結果、土崎支店として必要最低限なスペースを残して、残りのスペースを五嵐式年病院側にテナントとして貸し出すことが決定した。これを受け、ビル1、2階には土崎支店及び五嵐式念病院の外来診察部門、 三回以上には病室等が入ることとなった。秋新、最南端の店舗、横手支店級五条目新金本店の五条目支店キャラクターは生ハゲの鬼をモチーフにしたナミーハギー。これは2001年に開催された秋田ワールドゲームズ2001の大会マスコットだったが終了後に大会事務局から三連承事を通して等新金に譲渡された。作者は 秋田市在住のデザイナー、石川隆則。スポーツ振興くじ当選権の払い戻しは次の店舗でのみ取り扱う。いずれの店舗も販売は行っていない。ありがとうございます。